ステージアは、日産自動車が製造、発売していた、ステーションワゴン、及びクロスオーバー SUV ー、同社のスカイライン、およびローレルのプラットフォームを基礎に設計されていた。1990年代中盤からのワゴンブームに乗り、最上級のワゴンクオリティと高性能な走りを、合わせ持つ、プレステージツーリングワゴンをコンセプトとして1996年に登場。 ワゴン人気が絶頂期を迎えた中で、堂々としたサイズ感と高級感、優れた走行性能や使い勝手などが評価されて、人気モデルとなった。ローレル、スカイラインの兄弟車であることから、主に BNR34 型スカイライン GT-R のフロントバンパーやライトなどを流用する顔面スワップと称される改造が行われるケースがある。この改造の特許を取った車両が、 ギフで発売された。またステーションワゴンの実用性スカイライン譲りの蘇生の良さからチューニングカー、とりわけドリフトマシンとしての需要もあり、ステージア 260RS に RB26 をスワップする例も見られる。また、25X などは高級車から乗り換えても違和感のない高級感をアピールしていたこともあり、30代から40代のファミリー層のみならず、 セドリックやグロリア等の高級車から乗り換える50代から60代の中高年層もターゲットとしていた。RS シリーズの内装はベースとなるスカイライン X シリーズは木目パネルを採用するなどセドリックに匹敵する豪華なものとなっていた。当初村山工場で生産されていたが後に村山工場が閉鎖されて栃木工場に移管された。 海外使用者は存在しないが、中古輸出でも人気が高く特に、オーストラリアでは、現地生産のスカイラインワゴンからのリプレイス組としても受け入れられた。2001年が標準装備された。AR-X4 の AR-X とは、オールロードクロスオーバービークルの頭文字を取ったもので、あり、その名の通り最低地上高を標準車より 40mm 増加させて、 オフロード性能を高め、加えて、専用の樹脂製オーバーフェンダーシルプロテクターおよび18、インアルミホイールおよびグッドイヤー製、イーグル LS225、55R18、オールシーズンタイヤが装着されている。ターボエンジン搭載車、3リットルエンジン搭載車および250、RSV には17インアルミホイールおよび215、55、R17 タイヤが装着され、 その他のグレードには十六インホイールおよび二百五六十五 r 十六タイヤが装着されるが、十六イン、十七インホイールともに、v 三十五型スカイラインセダンと共通デザインである。二千四年八月には、エンジンラインアップの変更に伴いグレード構成も変更され、二点五リットルエンジン搭載車は、二百五十 RX および二百五十 r x 方の2、 グレードとなり、3.5リットルエンジン搭載車は、350RX、350RX4、搭載エンジンを変更した、AR、X4 の3グレードが用意された。ARX を除いて、全車前期型では、上級グレードであった、RX となっているが、後席エアコン吹き出し口については、全車オプション設定となっている。また、ホイールについては、 2 5 0 r x 系には16インホイールが、3 5 0 r x 系には17インホイールが AR、ARX4 には前期型同様18インホイールが装着された。特別使用車エアロセレクション 250RS、250RS4、250RX、250RX4 ナビエディションエアロセレクション2002年10月に、 オーテックジャパンより発売。ベース車は 250RS、250RS4、250トン RS4V、250トン RS4V ヒーカス。フロントやロフォルムバンパー、リアカラードバンパー、カラードサイドガードモールシルプロテクターなどの外装パーツを装着し、250RS および 250RS4 についてはオプション設定となる。 プライバシーガラスが特別装備され、加えて全車に専用サスペンションが採用された。セブンティース2003年5月に発売。同年12月の日産自動車、創立70周年を記念した特別使用車。ベース車は250、250RX、250RX4、250トン RX。カラードサイドガードモール、ボーズサウンドシステム。 ETC ユニットが標準装備され、加えて 250RX および 250RX4 には17インホイールが特別装備された。セブンティース22003年10月に発売。日産自動車創立70周年を記念した特別使用者の第2弾。ベース車は第1弾、同様 250RX 250、250RX4。 250トン RX の3グレード。プラズマクラスターイオンエアコン、消臭天井、IR、UV カットグリーンガラスが含まれる、室内環境パッケージが70周年特別使用車に共通装備されたほか、加えて17インホイール、カラードサイドガードモール、助手席、パワーシートが装備された。ナビエディション2004年4月に発売。ベース車は 250RS。 250RSV、250RS4、250RX、250RX4 250。DVD ナビゲーションシステム及び、カラードサイドガードモールが装備され、加えて、250RS 及び、250RS4 については、オプション設定となる、プライバシーガラスが特別装備された。リミテッドレザー2005年4月に発売。全車に設定。 専用のブラウン本革シートや木目調フィニッシャーなどが装備され、加えて鉱石エアコン吹き出し口が装備されたほか、2.5リットル車にはステージアスーパーサウンドシステムが、3.5リットル車にはオーズサウンドシステムが、それぞれ特別装備された。スタイリッシュシルバーレザー2006年6月に発売、全車に設定。専用のグレー本革シート、 アクシスシリーズ前期型アクシス2002年1月から2004年8月アクシス S アクシス2002年1月にオーテックジャパンより発売。専用フロントグリル、専用フロントバンパー、専用18インアルミホイール、オーバーフェンダー及びカラードサイドガードモール、シルプロテクターなどが装備された。タイヤには、ブリジストン製225、45R18、 ポテンザ S-03 ピレパッションを採用。3リットルエンジンを搭載する FR モデル2.5リットルなエンジンを搭載する FR モデル及び 4WD モデル2.5リットルターボエンジンを搭載する 4WD モデルの4グレードが用意される。また、2004年8月のマイナーチェンジではフロントグリルバンパーのデザインを変更しており、 ラインアップも2.5リ,リットルエンジン搭載の FR および 4WD モデル3.5リットルエンジン搭載の FR および 4WD モデルの4グレードとなった。また、マイナーチェンジ時にはタイヤ銘柄も変更され、ダンロップ製、ベイユロ VE301 となった。アクシス 350S2003 年6月にオーテックジャパンより発売。アクシスをベースに、 ステージアとしては初めて、先にスカイラインセダンにも搭載された3.5リットル V、6VQ35 で型エンジンを搭載し、6速、MT が組み合わせられた。MT の採用についても M35 型としては初めてである。加えて、専用のサスペンション、エキゾーストシステム、シート値なども採用された。駆動方式は FR のみ、2004年の悪ス S 発売時に廃止。 アクシス S2004 年8月のマイナーチェンジ時に、アクシス 350S の代わりに追加。後期型アクシス同様ラインアップは2.5リットル FR4WD、3.5リットル FR4WD の、K4 グレード。専用フロントバンパー、ダークメッキグリルヘッドランプが装着され、専用のサスペンション及び、富士ツボギ健康業製マフラーが装備された。ホイールには、 標準車用17インホイールのデザインをベースとした専用品が装着され、タイヤにはダンロップ製215、55R17 ダーザ、DZ101 が採用された。年表英語で舞台を意味するステージにアドバンスの英語を組み合わせた造語。ありがとうございます。